石川さんと2人のシーンが多いので、うん、どんどん過激にはなってくるんですけど、でもなんか最初の出会いのシーンから2人が付き合うまでのシーンとかはすごく楽しく、うん、演じてましたね。インする前に軽い本読みとかやったりとか、それまではもうメモ合わせてくれなくて、いや、そんなことないんだ笑えと思って、でもなんか徐々になんか話してくれるようになったから、あ、よかったと思って。そんな、はい、話してもらってました。私の方が見れなかった。人見知りはちょっと甘えなんですけど、あるんですけどなんかかっこいいし見れなかったですね最初。でもその拒絶とか あの目を合わせないじゃなくて、どう自分がいたらいいのか分かんなくなるみたいな役に入ったらそう、このガチンが鳴ると変貌するんで、ちょっとダサい男の人になるんですよ、うん、だから私もゆかとしてちゃんといけるんですけど、あ、そうなんだ。普段なんかスンとしてるんですかね。そういうことしたことないんですけどね。あんなにこの作品一緒に頑張ったのに、毎回久々に会うと、うん、なんかよそよそしくなって、あ、また一からかみたいな風に思いますね。よとか言えないんですかね。なんか俺は行くんですけどね。言ってないからね。言ってないですか。言ってるし。よって感じでもないけど、最後の方はなんか、ね、とりあえず乗り切ろうでした、ね。そうね、一緒に頑張ろうっていう感じ。うん、ですか。面白かったです。いや、本当にごめんなさいね。本当にごめんなさいっていうのが今日3回ぐらい言ってるいや、ゆかのまんまはちょっと語弊があると思うんですけど、はい、なんていうのかな、石川さんの魅力というか、顔もそうですけど、なんかこうそこが多分石川さんの魅力だと思うんですけど、ミステリアスなところとか余白があるというか、だからすごいゆかっていう役は石川さんしか演じれないんだろうなっていうふうに思いましたし、うん、今までに出会ったことのない女優さんだなって思います。別に嬉しいですよ。なんか嬉しいですか。何考えてるか分かんないって言われて、何も考えてない時もありますけど、全然何も考えてないんだろうなと思いながらも、うん、なんか考えてそうだからみたいな。私逆に分かんないですけど、何考えてるんだろうなって。何にも考えてない。じゃあ同じなんだ。いや、俺分かりやすいと思う。嬉しいっす。あたす。なんだろう。いや、演技を通して分かったことの方が多いかもしれないです。どんな人かいっぱいありますよ、多分。意外に単純とか。あの楽しいシーンとか撮って、はい、楽しかったねって言えちゃう人、言えちゃうみたいな。言えないの。だってそっちも楽しいか分かんないじゃないですかじゃあめっちゃ意識してんじゃん人のこと。確かに、そう、自分は楽しかったって思うけど、もうそんな相手にも楽しめとかそういうことじゃなくて、そうですね、意識してますね。こうね、小山田みたいに許したらいいなっていう風にまで考えれたらいいんですけど、そこまでできてないんで、人として。だからなんか悲しいなと思いますね、多分。でも許したらいいなと思いますね。どういう嘘かにも多分よると思う。あ、そうだね、うん、言いにくいことを嘘で言うとかもあると思うし、適当な嘘だったら本当に許せないですね適当な嘘が許せない。え、適当な嘘は許せなくないですか。嘘つくならちゃんと、まあ、バレないでほしいみたいな。いや、それはあります。うん、それはある。隠してちゃんとそのなんか重荷をちゃんと自分で背負ってんならいいですけど、ちょっと適当な気持ちで嘘つかれるのはやだ分かんないですけど、みんな嘘ついて生きてるとは思うんですよ。人と接し方でもみんなそれぞれ人によって絶対違うと思うし、でもね、本当に人を傷つけるような嘘は絶対なんかつくんだったらバレない方がいいなとは思いますけどね。